ただいまから森市長の定例会見を行います。進行につきましては幹事社にお願いいたします。幹事社の毎日新聞菅野です。まずはじめに森市長から発表事項についてお願いします。はい、皆さんおはようございます。暑い日も多くなりまして、夏の訪れを感じる季節になりました。さて、今月の18、19日には表紙にありますように、恒例の渋谷鹿児島おはら祭りと鹿児島焼酎&ミュージックフェスを初めて同時開催をいたしました。東京渋谷の街に本州の多彩な魅力があふれた2日間であったと思います。また梅雨や台風シーズンを前にした防災点検を今年は10日に実施をいたしました。折しも当日は日向などを震源とする震度4の地震がありまして、被害はなかったものの、日頃の防災の備えについて気を引き締めたところであります。市民の皆さんも避難所や避難経路の確認など身近な備えに取り組んでいただきたいと思います。それでは本日は6項目について発表をいたします。まずはじめに学生消防団の活動スタートについてご説明いたします。大学生や短大生などで組織する学生消防団の活動が明日から始まります。県内初の取り組みとなります。基本的な消防訓練などを通して防災に関するスキルを習得するほか、大規模災害の際には救助物資の配布など避難所運営の補助を行います。明日は辞令交付式を行い、8月3日の発足式では分団旗の授与のほか、早速訓練の成果を披露していただきます。また消防局では聴覚言語機能に障害がある方がスマートフォンなどを使って通報できるネット119緊急通報システムを7月からスタートさせます。これにより音声による通報が困難な方でもシステムを使って円滑に通報することが可能となります。将来の地域防災の担い手を育成するとともに、きめ細かな取り組みをさらに充実をさせ、安心安全な暮らしを守っていきたいと考えています。次にシティプロモーションアドバイザーの新設について、本市はシティプロモーションを推進し、鹿児島ファンのさらなる拡大を目指して新設をいたします。シティプロモーションアドバイザーについて説明をいたします。アドバイザーに就任をしていただくのは松山良一さんであります。松山さんは本市出身で、昨年まで日本政府観光局の理事長としてインバウンド観光振興に携わるなど、海外ビジネスなどで付き合われた知見や豊かな経験、また国内外における広い人的ネットワークをお持ちの方であります。今後松山さんには受験、講演、職員研修などを行っていただく予定でありまして、ご自身にも大いに本市の情報を発信していただけるものと期待をいたしております。次に市職員の防災力強化の取り組みについてご説明いたします。まず職員災害初動体制マニュアル携帯用の作成についてでありますが、これは夜間や休日など勤務時間外に災害が発生した場合の登庁基準などを記載したものであります。普段から携帯できるよう名刺サイズで作成いたしました。こういうものですね。こういうものです。はい。次に危機管理セミナーですが、6月の10日、職員を対象にして鹿児島大学の伊藤園教授に講話をしていただきます。また全庁的な地震発生時行動訓練についてでありますが、全国一斉で行われる緊急地震速報訓練に合わせまして、地震発生時の職員の行動訓練を6月の18日に実施し、地震発生直後の市民への対応や各職場における被害状況の確認などを行います。職員一人一人の日頃の備えについてもしっかりと取り組んでいきたいと考えております。次にコミュニティサイクルカゴリンのサイクルポート新設についてご説明をいたします。鴨池エリアの文化スポーツ施設のアクセス向上を図るため、カゴリンのサイクルポートを市立図書館科学館前に6月下旬に新設をいたします。今回の設置でサイクルポートの数は合計25箇所となります。また導入から5年目を迎えたカゴリンはご覧のとおり好調な利用状況にありまして、利用実績は全国トップクラスとなっています。環境に優しい移動手段として
来年の国体開催時にもたくさんの市民や観光客の皆さんに利用していただけるものと思います。なお本日11時からこの会場で新たなカゴリンマグマシティ号の贈呈式を行います。次に30年度のごみ資源物量についてご説明いたします。本市では家庭ごみマイナス100グラムを目標にごみ減量に取り組んでいるところでありますが、目標達成まであと41グラムとなりました。対前年度で種別ごとに申しますと、ごみの総量は 2.36% 減少し、資源物は 7.06% 増となっておりまして、1人1日あたりの家庭ごみの量としては23グラムの減、基準とした27年度からは59グラム減少したこととなります。まあ、減少の理由としましては、市民の皆さんの分別の意識の高まりや、昨年から始めた金属類の分別収集による資源化の促進などがあると考えています。これからも引き続き、ごみの減量化へのご協力をお願いしたいと思います。その他のイベント情報は、別冊をご覧いただきたいと思います。なお、お手元の資料のとおり、明日6月1日から桜島フェリーの通勤定期券の利用者の範囲が広がります。桜山からの通院など毎日の暮らしにお役立ていただきたいと思います。本日は以上であります。報道のご協力方をよろしくお願いいたします。ただいま森市長より発表がありました事項に関して質問がありましたらお願いします。質問される方は挙手をお願いします。市政一般その他の事項は後ほどお願いします。はい、どうぞ。共同通信の岩井です。はい、学生消防団の件なんですけれども、はい、全国的に消防団のなり手不足っていうことがまあ問題にもなっているかと思うんですけれども、この学生消防団に市長として期待される部分、それから将来の担い手というあたりも含めてちょっとお伺いできますか。そうですね、まあ、今お話しあったように、まあ、消防団だいたいだんだん、まあ、団員数が減っておりますし、また高齢化も進んでおります。まあ、そういった意味で、まあ、今回、まあ、県内で初めてのこの学生、消防団の、まあ、組織というものを設立することとなりました。まあ、この学生の皆様方にはですね、ぜひ、消防団の役割、また消防に対する期待、そういったものをしっかりと受け止めていただいてですね、実際の消防団活動における行動とはしませんけれども、そういう意識等をですね、しっかりと認識をしていただければなと思っています。この消防団活動に真摯に取り組んでいただくことで、地域社会へ貢献をするという、そういう大学生の方々の意識も変わってくるのではないかなというふうに思ってますし、またこの方々が卒業してですね、鹿児島市に就職、社会活動をされた際にもですね、積極的に消防団に加入していただける、そういうものも期待をいたしております。この団員数74名5月30日現在ということなんですけれども、はい、これはどのような形で応募、募集をされていたんですか。そうです、各学校に、それぞれ、募集をかけております。鹿児島市内には6大学がありますので、それぞれの大学に、募集をかけておりますね。思ったより集まったという印象はありますか。そうですね、定数は、200名を考えているんですけども、まだまだこの74名ですので、これからもできるだけ多くの方々に、学生の方々に参加をしてほしいと思ってますけど。ありがとうございます。はい、どうぞ。KTS の高吉と申します。関連してなんですが、消防庁が平成17年に導入した制度ということなんですけれども、先ほど高齢化でしたり、ご担い手不足という背景があるということは伺ったんですが、改めてこの今このタイミングでの発足というのはどういうタイミングだったんですか。そうですね、今自然災害がもう毎年のように発生しておりますし、また本市においても台風、豪雨、そしてまた桜島の爆発の被害等が今後起こるということを想定されますので、そういった際にですね、やはり避難を援助する方、
そしてまたそういう方々に誘導する人たち、まあ、そういう大きな役割を担っているのが消防団の方々でありますので、まあ、そういった中に若い力をですね、ぜひ導入をして、そしてその方々がそういう緊急事態が発生したときにですね、何らかの形で、お手伝いをしていただければというふう、そういう思いがいたしておりますけど、ここにございませんか。よろしいですか。はい、どうぞ。KYT の内田です。はい、よろしくお願いします。はい、家庭ごみの減量についての質問なんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、まあ、県内の市町村でもこのごみの有料化というのは導入している自治体非常に、まあ、いくつもあるわけですけれども、はい、改めてこの有料化についてのですね、森市長のその考えというのを聞かせてもらえますでしょうか。そうですね。まあ、あの有料化、まあ、各自治体でもそれぞれ取り組んでおられますけれども、まあ、やはり、その目的というか、まあ、ごみの減量の効果にあるんじゃないかなと、そういう一つの手法だと思っております。しかしこのごみの減量というのはやっぱり経済的な負担を伴いますし、またその時点でのですね、まあ、導入にもしする場合ですね、社会情勢状況とか、また市民の方々の合意形成などもありますので、まあ、やはり各面から慎重に検討を行った上で判断をしなきゃいけないというふうに思っています。まあ、各自治体、いろいろな角度からさまざまな、まあ、議論を重ねて有料化に、を導入したこと自治体もあるということをお聞きしていますので、まあ、本市においてもそういった中で、まあ、まずは市民の皆様方にごみの減量化にしっかりと取り組んでいただく、その意識をさらに向上させていくのが、まあ、今の私どもの、務めじゃないかなと思ってますけど、あと41グラムの減量というのは決してこの簡単なハードルではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。特に最近はなかなかそのゴミの減量が進んでない、現状がございますので、まあ、そういった意味では、40あと41グラムを達成するというのも大変、ハードルが高いように思いますけれども、やはりそれは、先ほど言いましたように市民の方々の意識啓発とか、また特に、燃やせるごみに含まれる割合の大きい生ごみ、草木類のこの減量化をしっかりと進めていかなきゃいけないと思いますので、やはり、まあ、広報なりまた研修会なり、またそれぞれの地域の皆様方の、まあ、コミュニティ協議会がありますので、そういった中でのですね、取り組みを、まあ、促す、そういう説明もしっかりと、していきたいというふうに思います。市長としてはできれば導入はしたくないという思いなんですか、これは。まあ、まあ、そうですね、先ほど言いましたように、まあ、経済的な負担もありますからですね、ですので、まあ、その時点での先ほど言いましたように、まあ、社会経済情勢、まあ、市民の皆様方の思い意識というものをしっかりと把握をしながら、導入するときには判断をしなきゃいけないし、またその効果が現れて、いるようであればですね、またその時点で考えなきゃいけないと思います。まあ、できれば、ね、負担をかけますので、まあ、しない方がいいと思いますけどもね、まあ、それはその時の状況です。ゴミの減量に向けて市長意識されていること何かありますか。そうですね、まあ、できるだけ、先ほど生ゴミ等もですね、まあ、水切りをしたりですね、してますけどもね、あとは、まあ、できるだけ、生ゴミを出さないように、ほとんど食べるようにしますから、残さないようにはい、ありがとうございます。はい、他にございますか。他になければ次に市政一般その他の事項に関して、質問がありましたらお願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、MBC テレビの池田と申します。はいはい、川崎市での殺傷事件を受けて、市長のご感想と鹿児島での安全対策、どのようなことが必要かどうかご見解をお願いします。はい、今回の川崎市の事件では、まあ、児童を含む多くの方々が、まあ、被害に遭われました。
またお亡くなりになられた方もおられましたので、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするともに、また負傷された方々が一日でも早くですね、回復されることを心から祈ってお祈りしたいと思います。今後事件の背景などが究明されていくと思いますけれども、関係機関とか地域の方々が手を携えて、二度とこのような事件が起こらないように考えていく必要があろうかと思っています。今回の事件を受けて、教育委員会では直ちにですね、すべての私立の小中高等学校に対しまして、 PTA とか地域、また関係機関等と連携をして、登下校時における通学路の見守り体制を再確認をするとともに、児童生徒に対しまして複数で登下校をすること、また不審者に遭遇したときには大声を出したり近くの大人に知らせるなど、改めて具体的な指導をするように依頼を教育委員会からしたところであります。こういった事件がですね、本当に悲しい事件し、また悲惨な事件ですので、もう絶対に起こしてはならないし、起こってはならないし、またそういった環境にならないようにですね、しっかりとした対応を図っていかなきゃいけないというふうに思います。ありがとうございます、何かないですか。ですか。他にございませんか。はい。はい、どうぞ。南日本支部の方です。はい、すみません。今月市電の移線進入の事故と桜島の衝突がありましたけれども、運転手と船長の処分というのはあったんでしょうか。そうですね、まずは乗客の安全の輸送が使命である、公共交通事業においてですね、このような事故が相次いで、発生したことは、設置者として大変遺憾に思っております。今両事業者、管理者に対しましてはですね、今後職員研修とか指導等を徹底的にするとともに、再発防止、対策を策定して局一丸となって安全運行に取り組むように指示をいたしました。またその交通局、船舶局の職員に対する指導、また処分等についてはですね、今後事業管理者の下で適正に判断をして対応すると思います。他にございませんか。ですか。あ、いいですか。すみません、KTS の高吉です。関連してなんですが、この事故が相次いでいまして、で、かつそのフェリーの衝突事故について報告が発生から1週間後だったということもありました。そこについて改めてどのように。そうですね。船舶局、交通局、相次いで、こういった事故が発生をし、市民の方々に大変ご迷惑をおかけしました。大変申し訳なく思っております。もう一つはその船舶局での対応は、一義的にはやっぱり、最高責任者である船舶局の管理者が負うべきですけれども、やはり情報を伝達するためには、設置者としての私に迅速に対応すべきだったと思ってますので、そのことについても管理者に対して私の方から指導をしたところであります。他にございませんか。それでは広報課長にお返しします。次回の開催につきましては幹事社と相談の上後日連絡をいたしますのでよろしくお願いいたします。それでは以上で森市長の定例記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。